コーチの女が参上しましたドーン、シカシュンでーす。本日のテーマはドドン、日中韓のメイクをそれぞれのメンバー3人でしてみたからの、その3人のメイクをパーツごとに合成すると完璧な美少女ができるのではないかという検証でございます。まず化粧の種類をちょっと説明したいと思うんですけれども、私日本メイクを担当させていただくんですけれども、日本人ならではのメイクをしていこうかなと思うのと、プラス今はね季節が春ということで春メイクをちょっと意識して化粧していこうかなと思います。でマナが挑戦してくれるオルチャンメイクっていうのは韓国語の造語で顔を意味するオルグルっていう意味と、チャンっていうのは韓国語で最高っていう意味らしいんやけど、オルグル顔と最高っていうのを足してオルチャン、美少女とか美男子とかっていう意味になってるらしくて、でオルチャンメイクっていうのは美少女メイク、美男子メイクっていうのを指すらしいです。チャイボーグっていうのはサイボーグのように美人すぎて完璧すぎる、人間離れしているお化粧の仕方を指すらしいです。なのでルナちゃんがその中国風のチャイボーグメイクを挑戦してくれます。では早速やっていきましょう。春メイクの特徴が、今年はですねストロベリーレッド、アプリコットオレンジ、レモンイエロー、アップルグリーンっていうビタミンカラー4種類が流行るらしい。今回はアプリコットオレンジ、オレンジを基本に春メイクをしていきたいなと思います。化粧水と乳液が終わりまして、ムーのスキンスムーザーベイクメイス、このまず塗っていきますね。これをね毛穴が気になるところにピピピって塗るだけ。こうやってピピピって、ここの口の横とか鼻のところとかをこうやって塗っていくので、これのいいところはベイクメイスがよく乗りやすくなるのと、プラス化粧を落とすときに化粧品と一緒に毛穴に詰まってる汚れも一緒にポロって取ってくれるだから、すごいおすすめよこれ。でみんなが大好きセザンヌですね、皮脂テカリ防止下地ピンクベージュ、これでピピピって塗っていきます。もう適当にこうやってつけてハケに、でもうこうやって塗っていきます。でちょっとトーンアップをしていきたいと思いますけれども、今回このセザンヌでトーンアップしてるので、首との色の境目がないようにここら辺にもちょっとどんどん馴染ませていって自然な感じに仕上げていきたいと思います。でこちらですね、インテグレートのミズジェリークラッシュファンデーション2番塗っていきたいと思います。こちらの方でポンポンしていきます。これはほんまにどこにでも売ってるし、すごい馴染む。日本人メイクはふんわりナチュラル透明感を大事にするので、あんまり塗りすぎないことをおすすめします。お、いいんじゃない。ちょっとインテグレート仲間のこちらのお粉をちょっとねトントンって振っていきたいと思います。これもインテグレートビューティーフィルターファンデーションに、こちらのハケでふわふわっと塗っていきたいと思います。こっちについたやつをトントンってくるくるしながら取って、でここに軽くなじませて、でふわ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 、おしまい。こんな感じで塗っていきます。次はですね、唇の乾燥を防ぐために唇をうるうるにしていきます。モアリップ、これもどこにでも売ってる、めっちゃいい。これを指にとって、じゃあ次眉毛、ヘビーローテーションカラーリングアイブローナチュラルブラウン4塗っていきたいと思います。あんま塗りすぎないっていうのが基本で、逆側に反らずにもうこっちだけでピピピピピッとやっていきたいと思います。沿わすだけの眉マスカラにしていきたいと思います。日本メイクにするには結構垂れ眉を大事にしていくらしいです。反対側もね。でもう眉頭のところも自然な感じでキュッキュッキュだけでキュッキュッキュで、こういうちょっとだけ余分に出てる部分を除菌。では次目元ですね、レブロンのフォトレディティファインシェイド502番、ここの部分を全体に塗っていきたいと思うんやけど、ちなみにカラコンはアンビワンデ UV プラムブラックを使っております。アイメイクに入る前にまずマスカラの下地を塗っといて、アイシャドウしてるうちに乾かす。これもキャンメイク超プチプラクイッククラッシュカーラー、ビューラーは自分が持ってるやつでね、自分が使いやすいのを使ってください。でこれをキュンキュンキュンってやって上げていくじゃんか。
どう？こういう感じでまつげがちょっと上がりまして、これねピピッとやっていきます。しっかりめに塗っていいと思います。こんな感じでちょっとまつげが上がって、これを乾かしてる間にアイシャドウを塗っていくんですけれども、この上の部分の白い部分を全体的にふわーっとやっていきたいと思います。はい、こうやって結構粒子が細かいですね。はい、こんな感じです。ここの部分をピピピッと軽くなじませまして、この二重幅の中のところ塗っていきます。軽く下の方、まあ、3分の1ぐらいかな、も一緒にこのオレンジっぽい色のやつを塗っていきたいと思います。これは完成です。エクセルスキニーリッチシャドウ SR03、 こちらですね。さっきのオレンジより茶色みがかかってる感じの色を大きい方のチップで取って、でさっき塗った二重幅と同じところやけど、ちょっとその色が残るように内側はオレンジ残しといて、真ん中からちょっとだけ外に向けて軽く塗っていきます。トントントンって感じで塗っていきます。反対も軽くね。でこれも上だけやと結構浮いちゃうので、この下の3分の1だけ軽くビビッと塗っていきます。春っぽくということで、お目目がキラキラになればなぁと思うのですが、ポレンコスのウォーターグリッタースティック06、結構使ってんねんけど全然なくならへんし、めっちゃキラキラを実現してくれる。さっき3分の1だけ塗ったところを省いて、3分の2、目頭から3分の2をここにキュッ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 、そうこんな感じ。次アイシャドウに戻ります。濃い部分を細い方のチップで軽く取って、これもさっきのエクセルの1個前に塗った場所と一緒、真ん中から端っこ、真ん中から端っこに向けて塗っていきます。でこれもまた下の方に軽く影をつけてあげます。アイラインも結構垂れ目にしていきます。アイラインは天まで届けシリーズです。ヒロインメイクのスムースリキッドアイライナー02番スーパーキープでございます。今アイシャドウが結構もう垂れ目にしてるので、下にもアイシャドウ塗ってるので、それに合わせて下に塗っていきたいと思います。キュッキュッキュッ。でもうほんまにナチュラルを重視するので、目の玉の外側ぐらいかな、3分の1から外側ぐらいで、もう引いてるかな引いてないかなぐらいの感じで、あこんな感じね、軽く垂れ目にしていきます。でいよいよほっぺたの部分を塗っていきたいと思います。本日はセザンヌを使いたいと思います。パールグロンハイライト01番、シャンパンベージュフェイスカラーを使っていきたいと思います。これをツヤ肌にしていきます。でその前にボビーブラウンのチークを塗っていきたいと思います。04番アルバめっちゃいいよ、ほんとにもうポン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 って取っていただいて、こっから斜めにチークを入れていく、斜めにチークを入れていくように、顔がね丸いのを縦長に見せてくれるように縦にチークを塗っていきます。チークを濃いめにっていうのが日本人の特徴なので、ボビーブラウンのアルバのチークにプラスします。キャンメイクパウダーチーク PW45 番、オレンジチークですね。トントンってやって上から重ね塗りします。これねちょっと日本っぽく、こういう感じでチークを割らせた後に、ちゃんともうパキパキに乾いているまつげに、キャンメイクラッシュフレームマスカラ01番、これをさっきの下地を塗った上から塗っていきます。こんな感じですね。こっちが塗ってる、こっちが塗ってない、反対側も塗っていきます。はい、こんな感じで仕上げていきました。アイメイクはこれで完了です。最後ですね、ハイライト塗っていきたいと思うんですけれども、ベージュフェイスカラーを使っていきたいと思います。ふざくんのハケでトントンってやって、もうこれも自分の肌に触れてるか触れてないか分かんないぐらいの感じで、ふわー
ふわー、 T ゾーンですね。鼻の先プルプルってやって、この口のお山さんのところも軽く塗るらしいんですよ。こうやって目の下、目の下軽くってツヤ感を出す。眉毛の下の部分もこうやって軽くこうピュッピュッって塗るのもいいと思います。うん、ラスト口ですね。アディクションストールンキスエンハンサー001番、これは自分の唇の温度で色がついていくってやつやねんけど、最初は透明やねん、全然色がついてないけどどんどん色がついていくよっていうやつです。口元はこんな感じでしていきます。これで日本メイク完成です。では髪の毛をやっていきたいと思います。はい、ということで髪の毛も巻き終わって全部完成しました。というわけで日本メイクはこんな感じになりました。イエーイ、高知の女が参上しました。ドン、マナです。マナは韓国メイクにチャレンジしていきたいと思います。まず韓国メイクのポイントとしては、1個目が美白美肌で、2つ目が平行眉、最後がアーチ気味になってるのが2020年とかの流行りらしいので、そこもちょっと取り入れながらやっていきたいと思います。で、3つ目が横幅を強調したアイメイクで、4つ目がはっきりとした色でグラデーションになってるリップ。5個目のポイントが眉毛。韓国の方を見ていると目頭よりもうちで始まった人はいないので、目頭ぐらいまでちょっと眉毛をとりあえず剃って始めていきたいなと思います。ではよーいスタート。まずカラコン先入れます。カラコンはですね、レビアのカラーワンデープライベート3の方を使っていきたいと思います。こんな感じ、あんまり縁がしっかりしてないっていうか、めっちゃカラコン感でなくて自然に色素を薄くしてくれる感じ。次眉毛、目頭ぐらいまでちょっと剃ります。はい、こんな感じで眉毛をちょっと離しました。はい、では今からベースメイクやっていきます。まず一番初めに使うのはこちら、エチュードハウスフィックス&フィックストーンアッププライマーのミントです。赤みが出てきちゃったり、あと運動したらすぐ顔が真っ赤っかになっちゃうので、赤みを抑えるためにミントを選びました。でこれちょんちょんってこうやるやらんで、あの美白が全然違うと思います。次はこちら、ミシャクッションファンデーションのプロカバーの方です。これでワンプッシュで半顔ぐらい叩いていきます。とにかく叩きます。これはちょっと多いんで伸ばします。顔全体1プッシュでいけるかもですね。これで余った油分を吸い取っていきます。今回とかはこっちの尖ってる方でトン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 して、はい、こんな感じです。次はですね、これでもだいぶニキビとかがクマと隠れてるんやけど、まだちょっと私の赤み強くて残ってるんでコンシーラーで隠します。ザ・セムのチップコンシーラー、ちょん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 、でクマもちょっと気になるんで塗ります。コンシーラーはちょんってやってすぐ伸ばすんじゃなくて、ちょっと固まってきたなぐらいが崩れにくい。ちょっと乾かします。口保湿します。 RMK リップエッセンス N ストロベリー、一日中プルプルになるし香りがいいよね。まんまんま、こんな感じです。伸ばしますコンシーラー。はい、続きまして眉毛やっていきたいと思います。セザンヌノーズ&アイブロウパウダー01番キャメル眉墨って書いてます。まずこっちの太い方の筆でこの濃い色を結構がっついてます。ちょっと薄めにつくから全然濃いめにとっていいと思う。でこうトントンってのせていきます。で次は、細い方で同じ色をとって下描いていきます。平行になるようにでちょっと下げる最後ね。おー、めっちゃいい感じに色ついたくない？全然いいねんけど。で間を埋めます。上も描いて、はい、次逆やります。できました。続きまして眉マスカラですね。キスミーヘビーローテーションカラーリングアイブロウ02番オレンジブラウン使います。一回軽く毛並みに沿って塗って逆に逆走してくる。次はちゃんと塗り漏れがないように毛並みに沿って塗る。こんな感じで眉毛が完成しました。次はアイシャドウ、キャンメイクパーフェクトスタイリストアイズ19番。ここをちょっと取って二重幅よりもちょっと上ぐらいまで塗ります。
はい、こんな感じ。ギャグも塗ります。はい、こんな感じです。じゃあ次、ここの色使います。ちょんちょんって取ります。でこれを二重幅より内側に塗っていきます。適当に取って適当につけたりとかするんやけど、動画にするってなって怖いけど、こっちも塗っていきます。で、次はここを取ります。でこれをアイホール全体に塗ります。中も横幅ちょっと長めで、え、めっちゃ可愛い、見て。次、下まぶたやっていきます。横幅を見せたいので三角形、このくぼんでるとことかを塗っていくんですけど、一番内側に塗った色と同じの塗っていきます。このさ、目の下のアーチの一番下から平行に横に伸ばすイメージ。うん、いい感じ。こっちもやります。で次、涙袋はアイホールに塗った色を取っていきます。うん、いいね。濃すぎず、でもしっかり色をついてくれる。こっちも塗ります。はい、一旦このシャドウはおしまい。次に出てくるのがマックダズルシャドウアイライクツーウォッチ、手で取ります。黒目の上ぐらいにちょんちょんってのせます。ラメをこうポンポンポンって、わかる？こう、あー、かわいい、かわいい、見えますか？しっこのシャドウ、キャンメイクのシャドウとは色がバッチリ、めっちゃかわいい。こんな感じで、これをあの下の涙袋にもちょんちょんってつけていきます。はい、こんな感じ。次はビューラーはシュウエムラのやつを使っていきます。でこれはあのドライヤーで温めてからあげる、やります。でグッてして下向いてちょっと止まる。はい、いい感じで、片目ずつマナ的にはやっていった方がいいと思う。あ、急げ急げ、下がってこい。返事にマスカラとマスカラ下地はファシオのやつを使っていきます。マスカラ下地がファシオマスカラベース02番、ロングの方です。韓国メイクはボリュームっていうよりロングかな。これしてマスカラ、ファシオのマスカラ、ファシオパワーフルカールマスカラ EX ロングブラック001番で、これジグザグしながら塗っていきます。そしたらね、ダマになりにくい。下まつげも塗ります。はい、右目完成です。左目も同じようにやっていきます。いいやん、マスカラ完成です。次、アイライン引きます。 K パレットリアルラスティングアイライナー 24H ウォータープルーフダークブラウンです。黒目の上ぐらいか目尻3分の1ぐらいから引きます。もういいやなって、ここはあの目尻から引いて、足りひんかったらどんどん目頭に進んでいくって感じでいいと思います。これをな、ちょっとな、横に長に引きます。こんな感じ。次反対もやります。こんな感じ。最後にまたさっき眉毛描くときに使ったやつですね。このちっちゃい筆の方で濃い色と、まあ、普通の色ぐらいを混ぜながら、これはちょっと手に取ってから涙袋の影かけます。でこのアイラインの伸ばしたところとの延長と影の延長が綺麗な形になるように影を描く。こんな感じ。次こっち描きます。はい、影が描けました。アイメイクはこれで終わりです。で次、さっきちょっと忘れてたんですけど、ノーズシャドウをやっていきます。この真ん中の色を取って、長く見せたい方はこの眉頭からまっすぐで、ちょっと短く見せたい方は眉頭よりもちょっと外側からこう Y を描くみたいにしたらいいと思う。私はちょっと Y 描くみたいにします。で手でぼかす。大事なのが鼻先、ここからこ、うん、こんな感じです。続きまして、チーク塗っていきます。チフレパウダーチーク443番オレンジ系で、これを筆で取ります。手になじまして、大体こう斜めに入れます。あ、ちょっと濃すぎたかも。チフレのチークってめっちゃ発色いいんですよ。だからちょっと手でなじませる。はい、こんな感じです。次、キャンメイクシェーディングパウダー01番。シェーディングはごっそりしていきたい。で、こ
ここら辺からこう斜めに顎に向けて塗り絵します。なんかちょっとぐらい濃くてもいいと思う。でこの境目をなじませてこうしたらうんいい感じで、最後に韓国の方は顎がシュッとしてる方が多いので、ちょっと顎もシュッシュッとプラスでやります。こんな感じです。で続きましてハイライト、セザンヌパールグローハイライト01番、眉毛の上鼻混ぜります。で鼻が一番かな、眉毛の上眉間 T ゾーンって言われるとこですか。次はチーク、目の下にちょっと三角っぽくシュッシュッシュッって入れる。こっちもシュッシュッシュッって入れる。で顎にもちょんちょんって入れて、こう唇の上も、あそうシェーディングで忘れてた一個、私人中長いなと思ってるので人中を縮めたい方は鼻下に影を入れます。はい、大体はこんな感じで終了です。で最後口やっていきます。うってしてちょっとあんな子にちょんちょん出します。あ何使ったか言ってないな、ちょっと待って、ちょっと伸ばしがりいいか、すいません。えリップはエチュードハウスのディアーダーリングウォータージェルティント RD308、 内側から攻めていく感じかな。まま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 地道に塗って広げていく、それが一番綺麗になると思う。ちょっと手で広げていきます。こんな感じ。はい、急遽上のここが思いつかなかったので足します。シュウエムラのポケモンとコラボしたやつでルージュアンブリファイドマット、足りなかっただけに足して、はい、こんな感じで口が完成しました。メイクは以上になります。はい、髪の毛も整えてきました。以上でマナの韓国メイク完成でーす。アイメイクが、こんな感じです。で、チークもこんな感じで、リップがこんな感じです。使ってるメイク道具も結構プチプラが多かったりするので、ぜひよかったら真似してみてください。では、以上マナの韓国メイクでした。はい、ということで、私、ルナが挑戦していくメイクはですね、てってってーチャイボーグメイクー。それでは早速下地から挑戦していくんですけど、ここがポイント一つ目で、マットな白肌っていうのがすごいポイントになってくるんですけど、いつもより一個明るい下地で塗っていきますね。素顔スノーホイップクリームピンクホワイトっていうのを使っていきます。あーいいね、結構ピンク系がいいって書いてたからピンク系にしました。はい、塗れました。次ファンデーション、ケイトのシークレットスキンメイカーゼロリキッドファンデーションの01番です。で、筆でこうやってね、伸ばしていきます。こんな感じです。白くなりました。はい、ほんなら、みんな大好き。キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダー。こういう大きいブラシで、こう、くるくるくるってって、この辺は、押さえる感じで、こうやってやっていくのがいい。マットに仕上がりました。はい、ここでもポイント二つ目なんですけど、眉毛が山のある眉毛ということで、ちょっとキリッとした眉毛を作っていこうと思います。で、使うのが、ケイトデザイニングアイブロウ 3D。で、ここルナ的にポイントが、この下から描いていく。まずここ。で、次は眉尻。眉尻を描いて、いいんじゃない？調節していきます。OK です。そしたら眉マスカラしていきます。ファシオのカラーラスティングアイブロウマスカラ BR303、 よしできました。眉毛ほんなら次チャイボーグメイクで一番大事になってくるお目目目目目をやっていきたいと思います。赤シャドウがすごいポイントになってくるのでそれを頑張ります。ビセのリシェグロシーリッチアイズ NRD6 番。じゃあまずこのちょっと白いやつ、これをアイホール全体に伸ばしていきます。結構そな。次一番濃い赤ね、赤いやつをアイホールに伸ばしていきます。二重のちょっと上ぐらい。お、綺麗です。こちらの赤いいね。こんな感じ。赤塗れたらこのちょっとこの上にもこれをちょっと伸ばしていきます。結構見えた方が可愛い、ね、目尻の方にもこう描いていって。 OK、 足りひんかったら後で足していく。ほんならこの一番この茶色のやつ取って
目尻にちょっとだけ足していきます。くの字にこう書いていく感じで、はい、こんな感じで。そしたら目の下はさっきアイホール全体に塗ったこの赤をもう一回目尻のここの際に塗っていく。ちょっとだけ。次、バビーメロのバレンタインボックス、ここの色を取って目頭をキラキラにしていきます。ここをキラ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 、 OK。 そしたら同じキラキラでちょっと下もちょっとだけキラキラ、はい。そしたら次はですね、跳ね上げラインをしていくんですけど、これもポイントで、すごい跳ね上げラインにしたらいいって書いてたので跳ねラインにしていくぞ。渦の黒、こんな感じで跳ね上げました。お、いいね。じゃあこっちも同じようにやっていきます。はい、跳ね上げれました。ほんならビューラー、これでポイントが、ビューラーはこうやって脇に入れてこうやって温めて、温まったらすぐする。ほんならめっちゃ上がるから。で下地を塗っていく。ケイトラッシュマキシマイザー NEX1 番、超いい。ほんならこれを乾かしてる間に顔の凹凸を作っていくんですけど、お金はバイって。ほんならまず使うのが、さっき眉毛でも使ったやつを、この下の2つをこうやって鼻筋を描いていきます。こうやってね。そしたらこの小鼻のところにもこうね、ちょんちょんってやる。ここえってやった時に出てくる、ここプリッとしたね、唇に見えるの。そしたら輪郭にセザンヌのシェーディングスティックフェイスカラー、こうやってねで伸ばす、ぼかす。はい、できました。次、顔のハイライト、これはマジでめっちゃいい。プリオのプリズムエアハイライター、これをまず鼻に乗っていこう。ここと、ほんなら次眉毛の下、目の眉毛の下も。次はこの唇のこの山の部分をやるとね、超可愛い。で、ここからは筆を使って T ゾーン、 T の T、 T 一画目、 T 画目よっしゃ。次ここね、ここいきます。ほんならマスカラの下地が乾いてきたのでマスカラをしていきます。ディジャブのファイバーウィッグウルトラロング F2、 こうやってね。はい、ほんならビューラーでまた上げていくんですけど、また温めますね。レッツゴーパスート。最後のパスートは赤リップをオーバー目にというのがポイントなんですね。エスティローダーです。ビュアカラー NB リップスティックの314番。こんな感じですか。ちょっと口に黒っぽいの出します。これボビーブラウンのね、クラッシュドリップカラーブラックベリー03番。はい、ということでメイク完成しました。じゃあ髪の毛と服と着替えてまた現れます。バイバーイ。ウォシールのチャイボーグメイク完成しました。いいなと思ったのが、なんか結構派手になるかなと思って、普段はちょっと挑戦しにくいかなと思ったんやけど、イベントの時とかあのシカシュンのライブに来てくれる時にちょっと人とは違うようなメイクにできたりすると思うので、普段もできるんじゃないかなと思います。で、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 今日は、あなたどこから来たの？どこに住んでるの？なんで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 ？
ていうね、すごい美女が現れたと思うんです。こんな美女がおるチャンネルがあるらしいとか、なんかまあ拡散とかしてもらえたら嬉しいななんて思います。ちょっとでも楽しんでいただけましたら、グッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。財前レッツゴーブンブン。大阪春夏秋冬のマイナです。本日も動画を見ていただいてありがとうございます。ということで来週はパンスト綱引きをやっちゃいました。よろしくお願いします。ぜひ見てね。